さん。お達せ！悟空が死んだ。これまで数々の強敵に打ち勝ってきた無敵の悟空も心臓病には勝てなかったのである。みんなが悲しみをそれぞれの胸にしまい込み、しばらくは平和な時が続いた。そして半年後、南の島に二人の悪魔が現れた。戦士たちは立ち上がった。だがピッコロが死んだ。ベジータ、ヤムチャ、天津飯、そしてクリリン。たった二人の人造人間のためにこの世は恐怖のどん底に陥った。それから13年の月日が流れる。これはもう一つの世界の物語である。E sejam todos bem-vindos à DLC Trunks。 ベジータとブルマの息子トランクスは正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士として、ゴハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ、ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった。ゴハンさん、僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです、僕に修行をつけてください。絶望の未来、最後に残った二人の戦士。そうか、分かった。トランクス、ありがとうございます。僕頑張ります。それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さを身につけるため苛烈な修行に励んでいた。よし、今日の修行を始めるか。はい、お願いします。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃない。俺は本気で相手をする。君も気を引き締めてないと大怪我するぞ。わかりました。行きますよ。Caraca, já vamos começar. ゴハンさんを倒せるくらい強くなって、人造人間を倒す力を手に入れるんだ。その息だ。そうだ。その調子だ。はい。飲み込みが早いぞ、トランクス。やだ、まだまだいけますよ。やってやる。やった。そこだ。やってやる。今のはいい攻撃だ。こうして戦ってると少しベジータさん。ありがとうございます、ゴハンさん。よし、これくらいにしておこう。いいぞ、トランクス。さすがベジータさんの息子だな。そんな、本当に本気を出したゴハンさんには絶対に勝てませんよ。そんなことないさ。君ならいつか俺を超える戦士になれる、きっとな。だといいけど。さあ、今日はこれくらいにして帰ろうか。あまり遅くなったらブルマさんに怒られる。そうですね、
母さんには修行してることは秘密だし。じゃ、途中まで一緒に行こうか。はい。いた。Okay, so... Vou fazer aqui umas mudanças... Não, peraí... Peraí, poxa, enganei-me outra vez. Poxa, ah tá. Ora bem, como eu estava a dizer, sejam todos bem-vindos ao DLC do Dragon Ball Kakarot. É a DLC do Trunks, o guerreiro do... o guerreiro, como é que é? Peraí. Agora não dá para ver. Dá, calma aí. É Trunks, o Guerreiro da Esperança, é isso mesmo. Sejam todos bem-vindos à DLC Dragon Ball Kakarot. Hayaku kaeranai to kaasan o shinpai sasechau zo. Ima koui o toki da kara ne. Tokoro de Bulma-san wa aikawarazu genki kai? Hai, genki ni yatte masu yo. Ima chotto kaihatsu shiteru mono ga tekozutteru mitai desu kedo. Heee.ブルマさんでもそんなことがあるんだね。Eu gosto de ouvir eles a falar. Como eu tinha dito, sejam todos bem-vindos à DLC. Já tinha dito. Outra coisa também que eu quero estar aqui a dizer. Sigam as minhas redes sociais. Que se querem estar a par das mudanças aqui no canal. E se querem estar a par das coisas...Vão passando aqui no canal, sigam a minha página das minhas redes sociais, que é muito importante, ok? E vocês estarão a ver esta DLC depois do update que nós tivemos. Caso, para aqueles que já têm Dragon Ball, já sabem que saiu um novo update. Saiu um novo update de gráficos, portanto agora os gráficos estão melhorados.E a DLC será apresentada com gráficos melhorados. Mate, Trunks! Tasukete kure! Gohan-san! A soko de dareka ga tasuke o yonde masu! Ah! Tasuke ni iku zo! Daijoubu desu ka? Kimi tachi wa? Aitsu ni osowarete tan desu ne? Ikan? Nanda? Ano keikoku on wa...人造人間たちを呼び寄せるんだ。なんですって？聞こえたか18号。聞こえたよ。楽しめるといいけどね。もうダメだ。人造人間たちが来てしまう。トランクス。君はこの人を安全なところへ。これは奴らが来たら引きつけておく。わかりました。カラーカ。トランクスたちは隠れられただろうか。なんだ、お前だったのか。新しいゲームができると期待したんだが。ああ、これじゃいつもと変わらないじゃない。人造人間、あのおじさんが言っていたのは本当だったんだ。なぜ来たんだトランクス。僕もゴハンさんと一緒に戦おうと。君にはまだ奴らと戦える力はない。まあせっかく来てやったんだ、少しは楽しませてもらうぞ。仕方ない。君はできるだけ戦わず俺の後ろに下がっているんだ。あ、はい、わかりました。
Otrovaru o adversário e reduzir o PAP. Ok. Vamos! Trunks! Gohan e Trunks ainda não são fortes o suficiente para enfrentar os androides. Incrivelmente poderosos. Então eles precisam e terão de encontrar um momento ideal para escapar. Comprar as condições indicadas na batalha para possuir. Kato はい、今頃何の相談をしている。なるほど、少しはやれるらしい。無駄だっぽいし、やるな、こいつ。あボス、いいぞ、なかなか強いじゃないか。Yay! Vamos! Ninguém nada aí, mas cadê? Vamos embora! Trunks! Quando o skin ninguém anda! Ai! Yare, yare! Do era ninguém tá assim, né?大して楽しめなかったし飽きちゃったよ。もう行こう。そうだな、次はもっと楽しめるといいが、あまり期待しない方が良さそうだ。うん、é o mal das pessoas subestimam. よし、どうやら言ったようだ。Subestimarem os outros. そうですね。そういえばさっきのおじさん大丈夫かな。ちょっと心配だな。案内してもらえるか。はい、わかりました。おじさん、大丈夫でしたか。おお、君たち、無事だったか。はい、あなたも無事でよかったです。いやあれに見つかった時はもう助からんと思ったよ。君たちのおかげだ、本当にありがとう。 いえ、ところで、あのドローンは一体何なのですか。あれは昔レッドリボン軍が作ったパトロール用のメーカーなのだ。え？もともとはレッドリボン軍の施設を巡回して敵を見つけたら警報を鳴らして援軍を呼ぶ仕組みのようだな。だけどこの辺りはレッドリボン軍の施設なんかじゃありませんよね。ああ、メーカーが自分で勝手に動き回っているようだ。もはや施設の巡回という命令も忘れ、世界各地で目撃情報がある始末。しかも今その警報を聞きつけるのはあの人造人間なのだから、さらにタチが悪い。人造人間と戦いたくなければあのドローンに見つからないうちに逃げるか破壊するしかない。もし警報が鳴ってもすぐに破壊すれば警報が人造人間まで届かないようだ。なるほど、教えてくれてありがとうございます。それにしてもおじさん、すごく詳しいんですね。うん、実は私は機械工学の研究をしているものなのだが、レッドリボン軍の機械には未公開の技術が使われていてな、中でもドローンを指揮する特別なドローンには特に貴重な部品が入っているのだ。それが欲しくてドローンをどうにかできないか考えていた時に見つかってしまい、このありさまだったんだよ。そんな、危ないですよ。そうですよ、もうあれには近づかない方がいい。そうだな。だがもし君たちが指揮をしているドローンを破壊できたら、その部品を
私に譲ってもらえないだろうか。もちろんお礼はさせてもらうよ。確かにドローンを放置していたら人造人間を呼び寄せて被害が出るかもしれないしな。おお、やってくれるのかね。わかりました。できるだけでよければ。ああ、それで構わないよ。それじゃあ二人とも気をつけてな。人造人間を呼び寄せるドローンか。放っておけませんね。ああ、だが下手をすると人造人間と余計な戦いをすることになる。ドローンを破壊するなら気をつけないとな。ええ、そうですね。今の僕じゃ人造人間には勝てないですし、悔しいけど。よし、それじゃ気をつけながら帰るか。はい。Хочете мисте куда-то на еще раньше? Оки-доки. Эй. Окей. Музараки. Затач. Кирата ли хочешь еще? Por este aqui. Assim. O que é esse? E este. Assim. Okay. So, vamos ver o que temos aqui para fazer agora. Drone-ka. Cuidado com isso. Cinzão-ninguém no céu de macho, mechacha da. Kaa-san to boku dake shika inai ie da.だな。しっかり休んで明日からまた修行続けよう。はい、明日もよろしくお願いします。いいや、シンテルミナディアのディアスキンツ。母さん、ちょっとご飯さんのところに行ってくるよ。最近よくご飯くんのところに行ってるみたいね。まさか何か危ない遊びでもしてるんじゃないの。まさか。ふーん、まあいいわ。どうせなら晩ご飯でも一緒に食べないか聞いてみて。結構たくさん食材が手に入ったのよ。ありがとう母さん。ご飯さんもきっと喜ぶよ。じゃあ行ってきます。気をつけるのよ。よーし、ごはんさんのところへ行こう。今日は何の修行かな。体に力が満ちてくる。Espero no futuro ver uma DLC aqui para este jogo do Dragon Ball Kakarot, mas do Black, de Saga Black. Esta cidade é a mesma. Eles podiam aproveitar para fazer a DLC do Black. De Saga Black. ごはんさんと食事か。いろんな話が聞けるかも。楽しみだな。あ、あいつは強そうだぞ。
E também voltar a trazer a DLC depois de... Kaa-san-ni-shugyou-no-koto-barete-nai-yo-na. Ita-zo! Gohan-san-da! Depois voltar a trazer a DLC do Bardock. O matase-shimashita, Gohan-san! Taichou-ga-banzen-ja-nai-to-shugyou-no-kouka-ga-yowaku-naru-zo. Por isso, subscreve aqui no canal se és novo e deixa aí um like, ok? Se esta saga do Trunks, a esperança do Super Guerreiro, a esperança do Guerreiro da Esperança, esta DLC chegar a pelo menos até 50 likes, vou estar a trazer a DLC do Goku do Super Saiyan Blue, e depois dessa DLC vou estar a trazer o Bardock. Por isso subscreve aí, ok? Para não perderes nenhum. E sigam as minhas páginas sociais. É muito importante. 大丈夫です! よし! 実際に戦って分かったと思うが やはり人造人間は強い! トランクスには早くスーパーサイヤ人になってもらわないとな! はい! いきなりはさすがに難しいだろうから 体を温めながらコツを教えてやるよ! 準備はいいか? はい! お願いします! じゃあ行きますよ。よし、買ってこい。やっと調子が出てきたみたいだな。はい、まだまだ行きますよ。やってやる。いい攻撃だが、それだけがスーパーサイヤ人にはなれない。 怒りがスーパーサイヤ人に進む。 はい。 俺を人造人間だと思って怒りを爆発。 ごはんさんを人造人間に? 難しいけどやってみます。 よし、これくらいにしておこう。はい、ロスゲームスーパーサイヤ人になるのって難しいんですね。 怒ってみてはいるんですけど。 そんな簡単にはなれないさ。 気を高めて怒りを爆発させる。 言葉では簡単だけど、 実際にできるようになるにはもっと修行が必要だ。 はい、頑張ります。 そうだ、 母さんが今晩一緒に食事をしようって言ってました。 来てくれますよね、 ごはんさん。 え? 食事に? いいのかい? ええ、もうごはんさんの分も準備してると思いますよ。そっか、じゃあせっかくだしこっちに飲むかな。やった、じゃあ行きましょう。 Boa. Vamos ter o nosso amigo. Red Ribbon 軍のドローンが出現しているみたいよ。 気をつけてね。 Caraca, o bom tem todas. Bulma-san-to-shokuji-ka. 久しぶりな気がするよ。 ごはんさんは母さんとずっと昔から知り合いなんですよね。 うん、最初に会ったのは俺が4歳の頃さ。 思えばあの日から人生が全く変わっていったんだよな。
へえ、何があったんですか？そうだな、父さんの生き別れの兄さんにさらわれた後、いろいろあって突然半年くらい一人ぼっちでサバイバル生活を。ちょっとどういうことですか？4歳の頃の話ですよね。あれながらすごい話だと思うよ。なんだかすごすぎてどういう話か全くわからないや。はい、体に力が満ちてくる。木が湧き上がってくる。あいつは強そうだぞ。ドローンか。放っておくと危険かもしれない。人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。母さんと僕だけしかいない家だ。さあ、着きましたよ。チカモーシ。ただいま、母さん。ご飯さんを連れてきたよ。おかえり、トランクス。それに、いらっしゃい、ご飯くん。はい、お邪魔します。ちょうど夕食の準備が終わったところよ。近頃は人造人間のせいで欲しいものがなかなか手に入らなくてね。その代わり、料理の腕前でカバーしてるつもりよ。ありがとうございます、ブルマさん。ブルマが腕によりをかけて作った料理を囲んで、トランクスとご飯、ブルマは楽しい食事のひとときを過ごした。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ご飯さん、すごい食べっぷりでしたね。いや、だって本当に美味しかったから。やっぱそっくりね。悟空。何がでしょうか。その道着着てあんな食べ方をしてるのを見ると、お父さんの孫君にそっくり。びっくりしちゃうわ。この道着、お父さんみたいに強くなりたい、そう思って作ったんです。お父さんはいつもマイペースで、母さんに怒られてもひょうひょうとして、まるで空みたいな人でした。そうね。それでも俺や仲間たち、そしてみんなのために、いつも一番体と命を張って戦ってました。俺もお父さんがやっていたように、その魂を受け継いで戦いたい。でもなかなかそうはいかなくて。はあ、やっぱりご飯さんはすごいや。でも時々噂は聞くわ。人造人間相手にたった一人で立ち向かってるんでしょ。かっこいいわね。はあ。でもトランクスが憧れちゃって真似したがって困ってるの。少し言って聞かせてよ。ん？バレてないよな、修行や人造人間と戦ったこと。ごはんくん、今日はもう遅いし泊まっていきなさいよ。疲れてるでしょ。それがいいよ。そうしなよ、ご飯さん。あ、それじゃブルマさん、お言葉に甘えます。ええ。それじゃあ早速だけど、二人ともシャワーを浴びてきて。なんだかとっても汗臭いわよ。すみません。アッパニャード。
Vários dias passaram, tranquilo, antes fazem um curto descanso após os treinamentos. この前の食事の時は母さんにバレるかと思ってヒヤヒヤしましたよ。ブルマさんはやけに勘が鋭いところがあるからな。あまり毎日遅くまで修行してたらそのうちバレるだろうな。どうしよう。ブルマさんに心配かけないためにも休みを入れた方がいいな。たまに休む日を作った方が体作りにはいいし。そうですね、わかりました。まあ俺は母さんたちに心配かけちゃってるから君に偉そうなことは言えないんだけどね。父さんと牛魔王さんたちに心配を。そういえば最近父さんたちはどうしてますか。実は人造人間たちと一人で戦うようになった頃から俺は家に帰ってないからよく知らないんだ。そうなんですか。人造人間との戦いでボロボロになった俺を見るたび母さんはいつも大騒ぎしてたからね。俺が戦う必要なんかないって。でも人造人間に殺されたみんなの仇を取るため、そして平和を取り戻すためには俺が戦いをやめるわけにはいかない。ごはんさん、でも本音を言うと母さんたちが今どうしているかは気になるよ。母さんの心配性が映ったのかな。変なこと話しちゃったな。今日の修行はこれくらいにしておこうか。はい、それじゃあまた。ごはんさんの代わりに僕が父さんたちの様子を見てこよう。ごはんさんの家に行ってみよう。Agora temos algumas histórias secundárias para nós melhorarmos níveis。父さんも確か武術家だって聞いたことがあるけど、やっぱり今も強いのかな。あいつは強そうだぞ。牛魔王さんって昔はとても怖い人だったって本当かな。母さんとも昔からの知り合いだったんだよね。母さんは今でも研究を続けている。あのさ、ありがとう。オッキドッキ。よし。あんまりってか。物資の入ったカプセルか。ちゃんと届けないとな。E assim vamos fazendo histórias secundárias para ganhar níveis. Como eu disse. Caraca, o que é que foi isto? Olha lá! Hayaku, vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui! あれ？なんだか騒がしいぞ。あれは父さんが何かに襲われている。大変だ、すぐに助けなきゃ。このポンコツども、あっちに行くだよ。父さん危ないですよ。おめえトランクスけ。はい、
何なんですこのメカは。よくわからねえけんど、突然オラを襲ってきただよ。よし、ここは僕に任せて、安全なところで隠れててください。そんなことできねえだよ。大丈夫です、こう見えて僕結構強いんですよ。うん、このメカ動くものを狙って攻撃してくるみたいだな。よし、かかってこい。やってやる。人造人間に比べたら全然弱いぞ。やってやる。そこだ。ごはんさんとの修行の成果が出てるのかも。そこだ。これで全部だ。父さんは無事かな。いた。怪我はありませんか、父さん。オラなら無事だ。まあ、あんなポンコツくらいオラでもとっちめられたけんどな。それだけ元気なら大丈夫みたいですね。ああ、大丈夫だ。でも、メーサ来てくれて助かっただよ。ありがとうな、トランクス。いえ、父さんは何をしてたんですか？オラか？オラは畑の様子を見てきた帰りだっただよ。じゃあ、僕家まで送りますよ。またあの機械が出てきたら危ないですし。そうけ？じゃあせっかくだからボディーガードを頼むだよ。はい、任せてください。Eu gosto de Trunks, aí do caso, mas também é brincalhão. Yeah, 父を助けてくれて感謝するだよ。さすがベジータの息子さんだ。いえ、そんな。謙遜することはねえだ。おめえが戦ってるとこを見てたら、小さい頃のごはんちゃんを思い出しただよ。そうですか。そういや、噂で聞いてるだよ。ご飯と一緒におめえが人造人間と戦ってるってな。え、まずい、まずいぞ。そんな噂にまでなってるなんて、母さんにバレちゃう。そんな、何かのお間違いですよ。そうなんか。だったらええが。だ、おめえみてえな子供が戦うことねえだ。ごはんちゃんだって本当なら今頃えらい学者さんになってたはずなのに。オラも父と同じ気持ちだが、ごはんが戦うと決めたのなら、ごはんを信じて無事を祈るしかねえだよ。ごはんさんも今は戦うしかないと思ってます。でも父さんたちのこともすごく心配してますよ。多分ですけど。そうだな。もしごはんちゃんに会ったら無理せず頑張れ。で、たまには帰ってこいって伝えておいてけれ。はい。それじゃあ僕帰ります。お二人とも気をつけてくださいね。ありがとうな。ブルマさんによろしく言っといてけれ。おめえも気ぃつけてな。はい。あ、僕がごはんさんと一緒に戦っているっていう噂は母さんには聞かせないでくださいね。心配するので。わかっただよ。うん、いた。ごはんさんに父さんたちの様子を伝えてやろう。ごはんさん、まださっきのところにいるかな。体に力が満ちてくる。Vê se já dá pra fazer alguma coisa.
人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。Fazer histórias secundárias. Kame Sennin さんたちが住んでいた家だな。父さんたち、やっぱり心配してたな。体に力が満ちてくる。僕も戦ってることを母さんにバレないようにしなきゃ。Kame Sennin さんたちは潜水艦に隠れてるらしいな。こんにちは。すまんの。ええ、おい、そうです。はい、よかこりゃ、はい。さて、物資を届けたことを母さんに報告しなきゃ。ごはんさん、やっぱりたまには帰ってあげた方がいいんじゃないかな。Passei aqui na app para já saber o que é. É só entregar o cartão. Vamos sair. Casa e eu só tenho a casa.はい、わかったわ。これはジャワよ。みんな無事でいてください。Será que são estes os androides ou são os androides de...?大した敵じゃなさそうだ。エオマデズアンドロイド。ぐぬぬぬ。ああ。なんと。ああ。いや。行くよ。
Assim já fica forte. Kame-san-nin-san, arigatou gozaimasu. Kanarazu jinzou ningen o taoshimasu. こいつは美味しそうだな。 大した敵じゃなさそうだ。 あ、 ごはんさん いたぞ。 ごはんさん。 トランクス、 今日はもう帰ったんじゃなかったのか。 あの、 実はさっき 父さんたちのところに行ってきたんです。 え？ どうしてまた。 ごはんさんが心配してたから 様子を見てきたんです。 ちょっとトラブルはありましたけど 元気そうでした。 トラブル？ はい、 変な機械が父さんを襲ってたんですが、 僕が壊しておきました。 え？ 母さんは無事だったのかい？ はい、 怪我もしてませんでしたよ。 よかった。 ありがとうトランクス。 君が様子を見に行ってなかったら 危なかったかもしれない。 いえ、 それよりも 父さんから伝言です。 無理せず頑張れ。 たまには帰ってこいって。 そうか。 すぐには帰れそうにもないけど、 母さんが危ない目に遭ってるなら、 たまには様子を見に行こうかな。 それがいいですよ。 あ、 君もブルマさんを心配させないように、 今日は早く帰った方がいいぞ。 はい、 それじゃあ。 母さんたちを心配させないためにも、 人造人間たちを倒して、 早く平和を取り戻さないとな。 人造人間により多くの被害者が出ています。 次に襲撃が予想される付近の住民は 速やかに避難を。 いえ、それよりも父さんから伝言です。
無理せず頑張れ。たまには帰ってこいって。母さん、もう少しだけ待っていてください。実像人間を倒して必ず戻ります。翌日、トランクスとご飯は決意も新たに修行に励んでいた。よし、それじゃあ修行を始めるか。今日は何をします？手合わせですか？それも大事だが、やっぱりトランクスにも早くスーパーサイヤ人になってほしい。そこから始めよう。すみません、なかなかうまくいかなくて。今日は慣れるといいんですけど。そんな簡単にはいかないさ。大丈夫、じっくりやっていこう。わかりました。今のは爆発音。人造人間か。またしても町を許さない。ゴハンさん、行きましょう。いや、まだスーパーサイヤ人になれないトランクスを奴らと戦わせるわけにはいかない。俺が行ってくる。君はここにいるんだ。ゴハンさん、僕も一緒に行かせてください。君はまだ奴らと戦うには早い。ここで待つんだ。でも少しでも助けになりたいんです。お願いします。わかった、遅れないようについてくるんだ。だが無理はするなよ。はい。ラモス、イスメージ急ぐぞ。被害をできるだけ食い止めるんだ。人造人間がいる場所がすぐに分かればいいのに。人造人間の気は探れないからな。後手に回らざるを得ないのが残念だ。人造人間はなんで人間を襲うんだろう。そこまでだ、人造人間。よくもひどいことを。なんだい、またお前たちか。こんな奴らさっさと片付けてまた遊ぼうよ。もっと人間がたくさんいるところを探してさ。そんな真似はさせない。ゴハンさん、僕も戦います。よし、君は俺の援護を頼む。だがくれぐれも無理はすんなよ。はい。こいつらの相手なんか俺一人で十分だけどな。時間をかけても無駄だよ。さっさと終わらせよ。少しでも隙を見せた命取りだぞ。気をつけるんだ。はい。こいつから逃げられるかな。行くぞ。イライラさせるね、まったく。これ以上、お前たちの好きにはさせない。はぁ、どこに行こうと無駄だ。逃がしないよ。ガキの子守でもやってりゃいいんだよ。俺たちを舐めてかかると、痛い目を見るぞ。そうだ、僕がお前たちを倒す。私たちの本気だと思ったら大間違いだよ。なら本気を出すがいい。俺たちは負けない。逃げられるかな。こいつから逃げられるかな。やめろ、ぽい。やる。
少しはやるじゃないか。みんなの敵を取るため鍛えてるんだ。調子に乗るなよ。このまま押し切るぞ。はい、行くぞ。どこまでも追い詰めるぞ。そらそら、こいつから逃げられるかな。そら、なんだ。やってくれたな、ゴハンさん。すごいです。まだ終わってないぞ。気を抜くな。こいつとどめを刺すか。そんな、やるな。あ、勝負だ。こいつ、やるな。Ganda finalização! Kateru! Gohan-san, Kateru! 油断するな! まだ倒したわけじゃないぞ! Trunks!この程度で勝てると思ってたのか。これでおしまいにしてあげるよ。おやおや、逃げ足だけは早いようだな。図体はでかいくせにちょこまかと。どこに隠れたって無駄だよ。あいつらにとどめを刺せたかな。もう死んだよきっと。もし生きてるんならまた会うさ。面倒だしそろそろ帰ろう。ふん、そうだな。Ah, o Trunks perdeu o braço aqui. O que é que ele perdeu? Como é que... Saí com o centro da... Trunks. Omaega no me... Omaega...それから数日後、ゴハンは片腕を失ったものの一命は取り留めた。奇跡的な速さで回復したゴハンは
再び戦うことができるほどにまで調子を取り戻していた。しかし自責の念に駆られ落ち込むトランクスはなかなかご飯のところへ行けずにいたのであった。元気なさそうね、トランクス。うん、あんたは秘密にしてたみたいだけど、母さんは全部知ってたよ。あんたがご飯くんと一緒に戦ってたの。すみません、母さん。それにいつもご飯くんのところで修行してたんでしょ。あれから言ってないようだけど。だって僕のせいでご飯さんがどんな顔して会えばいいかわからないんだ。トランクスのせいじゃないことはわかってるし、そもそもご飯くんだってそんな風に思ってないわよ。こういう時は早く顔を見せて言いたいことをさっさと言った方がすっきりすると思うわよ。わかりました、僕行ってきます。ええ、行ってらっしゃい。ごはんさんに会ったらなんて言えばいいか。それにごはんさん、やっと動けるようになったはずだけど、修行なんかしても大丈夫なんだろうか。センズがあったらごはんさんの腕だって治ったかもしれないのに。うん、大した敵じゃなさそうだ。よし、来たな、トランクス。早速修行。ん？どうした？浮かない顔して。ごはんさん、腕の痛みは大丈夫ですか？あ、まだ少し違和感はあるけどな。なるほど、そうか、浮かない顔している理由はこのことか。すみません。そう気にするなよ。なくなったものはしょうがないさ。あの時生きていられただけでも幸運だと思わないと。でもよし、どうやらその状態だと修行どころじゃなさそうだな。やります。いいからいいから、こんな時には気分転換も必要さ。そうだな、こういう時は釣りでもしてのんびりしようか。はい。釣りってどこでするんですか？またレッドリボン軍のドローン。はい。誰かと一緒に釣りをすることなんてあまりなかったかもしれない。そうだよな、物心ついた頃にはベジータさんもいなかったものな。父さんか。父さんって釣りをしてたんですか？トランクス、釣りはできるか？はい、一応は。せっかくだから釣り勝負なんてどうだ？たくさん釣れた方が勝ちだ。そんな、いや、待てよ。組手じゃ絶対にごはんさんには勝てないと思うけど、釣りだったらひょっとすると勝てるかも。よーし、決まりだな。手加減はなしだ。負けないぞ。僕だって負けませんよ。さて、俺はどこで釣ろうかな。ごはんさんは自分の釣り場へ向かったみたいだ。Aí a luz da pesca. Anda, peixe. よし、いい魚だ。
よし、いい魚だ。よし、釣れたぞ。ごはんさんの方はどうかな。カラーカ、結構釣れましたよ、ごはんさん。どれどれ、トランクスの方が多いか。やったー、ごはんさんに勝ったぞ。やるな、トランクス。俺のお父さんよりもうまいかもな。それで釣った魚はどうします？そうだな、お腹も減ったし焼いて食べるか。さすがに食べ過ぎたかな。結構釣りましたからね。あ、そうだな。どうかしましたか？いや、いつものトランクスに戻ったみたいだな。ありがとうございます。僕の気分転換のために気を使ってくれたんですね。別に気を使ったわけじゃないさ。これも修行の一つみたいなものなんだから。え、釣りをして魚を食べることがですか？いや、そうさ、お父さんが亀仙人様から教わった亀仙流の教えだよ。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。日々を楽しく暮らすことも修行の一つだってね。そうか、いい教えですね。こうしてると俺が子供の頃、ピッコロさんと修行してた頃のことを思い出すよ。その時はこんなひどい人と二人きりで半年も修行続けるなんて地獄みたいだと思ってたけどね。ああ、そういえばその時は地球を襲撃しに来たベジータさんたちと戦うために修行してたんだっけ。そうだったんですか。そのせいでごはんさんがひどい目に。いや、なんだかすみません。でも今はそのベジータさんの息子の君と修行してるなんてなんだか変な感じだな。ノエ、モンダヴォルトシ。ピッコロさんも俺を鍛えてくれるずっと前はお父さんと戦ったっていうし、不思議な運命を感じるよ。そうやって運命でつながっていくんですね。そうだ、君には俺だけじゃなくずっとつないできたお父さんやみんなの思いも受け継いでもらいたいんだ、ごはんさん。だから君は絶対に死んじゃいけない。死なないように俺が鍛える。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。大丈夫、すぐに俺よりも強くなれるさ。僕、頑張ります。あ、俺と一緒に強くなろう。そして平和を取り戻すんだ。はい。イエーイ。ピッコロさんがあの時命を懸けて俺を守ってくれた気持ちも今ならよくわかる。君は俺たちが残せる最後の戦士、そして最後の希望。君が命を懸けて守らなければいけないものはこの世界に生きる全ての人々の平和だ。強くなれよ、トランクス。そして数日後、熱のこもったトランクスとご飯の修行は続く。
持っていたるんだ。くそ、どうしてスーパーサイヤ人になれないんだ。もう少しだトランクス。俺もお父さんもスーパーサイヤ人になるのは随分苦労したさ。前も言ったと思うが、スーパーサイヤ人になるきっかけは怒りだ。俺はピッコロさんやクリリンさん、みんなが人造人間に殺されて、それを思い出しているうち切れた。そしてスーパーサイヤ人になれたんだ。君にはベジータさんの血が流れている。そのうちスーパーサイヤ人になれるさ、絶対にな。はい。よし、スーパーサイヤ人になる修行はこれくらいにして、手合わせするか。はい、お願いします。アモー、さあエンデュラ来い。はい。裏をした俺と戦えないようなら、人造人間を相手にしても勝てやしないぞ。わかってます。まだ俺に遠慮してるんじゃないか。遠慮なんて。お前に遠慮されるほど俺は弱くなったつもりはないぞ。あ、はい。そう思うならもっと本気で来るんだ。よし、いいぞ。確実に相手の隙をついていけ。どうした、それが本気か。Foi bem como eu queria, mas ok. かなり力をつけてきたな。スーパーサイヤ人になれればもっと戦えるのに。それだってもうすぐなれるさ、きっかけさえあれば。み、都が人造人間め、とうとうこの町まで。今度こそ。ああ、ごはんさん、その体じゃ今の俺ではトランクスを守りきれないかもしれない。トランクス、君はここにいるんだ。いいな。いやだ、ごはんさんが行くなら僕も行く。もう十分強くなったはずだ。トランクス、人造人間の力を甘く見るな。もう足手まといにはなりません。僕、ゴハンさんと一緒に戦いたいんです。
そうか。わかった。トランクス、行くか。はい。トランクス、君は最後の希望だ。もし君まで死んでしまったら、地球を守る戦士は誰もいなくなってしまう。何年か先、あの人造人間を倒す可能性を持った最後の戦士が。すまない、トランクス。また来たい。勘弁。お父さんみたいに強くなりたくて。この何言ってん？小さかった頃の俺。君が強くなれば。チェー。O raio da esperança. Não temos mais. Onde? これは人造人間に勝てないかもしれない。だが、君がいるから、俺は全力で戦える。Esta agora vai ser a grande luta. Uma luta que tocou muito nos corações dos fãs do Dragon Ball. A mim tocou. やめなよ、17号。ここはもうろくに人間が残っちゃいないよ。もっと大量に人間どもが隠れていそうなとこへ行こうよ。慌てるなよ。もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ、俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。そう、ご飯。またお前か。今度は逃がしはしないよ。フルパワーで殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、はい、スメーブ、そしてお前たち人造人間を倒す。Isso! Então, ninguém! Só atsuku naru na yo, Son Gohan! Sugu ni owarasete yaru! Mou omae to asobu no makita shi ne!
とどめを刺してやる。人間はやっぱり壊れやすいな。さっきの異星はどこに行ったんだい。行くぞ。面倒だね。消えちまいな。月だらけだぞ。もう少し楽しめると思ったんだけどね。どうした、あのガキがいないじゃないか。お前たちに話す必要はない。おら、そうだよ。もうへばってきたのか。弱いね。弱すぎるよ。下がりな。面倒だね。気をつまいな。ついてこられるかい。ここまでやるとはな、必死じゃないか、孫悟飯。余裕でいられるのも今のうちだ。いくぞ。Mas não tem nojo já aqui. お前一人ぼっちで勝つつもりかい。俺だけでも十分だ。バカ。こいつから逃げだそうだ。こいつから逃げられるかな。そうだ。Não importa quantas vezes fazes isso.
Mas o meu problema é vou dar capricho. そっちこそ覚悟するんだ。こいつから逃げ出す。こいつから逃げられるかな。もうお前はおしまいだって言ってるだろ。お前たちを倒して終わりにする。こいつから逃げられるかな。どこ見てんの。どこまでも追い詰めるぞ。こいつから逃げられる。くそ、しつこいやつだ。どこからこんな力が。このままお前たちを仕留めてやる。落ちろ落ちろ。とどめをさせて。そうだよ。どこ見てるの。どこ見てるの。そうだよ。こいつから逃げられるかな。そうだよ。Vai, Galan, com tudo! Finalmente! Caraca! Usamos os coisas todos. Nantena? Caraca!Oh, man. がっかりさせて悪いが、俺たちはまだ半分の力しか出してないんだ。もう逃がしはしないよ。ai, ai, isto agora vai me doer.
なあ、もっと必死にやれよ。どうした孫悟飯、やられっぱなしじゃないか。あー、キスタンマドゥエル。もうやめたら？諦めなよ。随分と情けない攻撃だな。そんな。来いよ。俺たちを倒すんだろ？最後の抵抗を見せてみろよ、孫悟飯。必ず。もういい加減くたばりなよ。必死すぎて笑っちゃうよ。もう一気に終わらせちゃおうよ、17号。ふん、そうだな。もういいだろう。あいあい。オーメン。Eu não pensei sim, eu pensei nos outros. E esta foi a cena trágica. Gohan-san! Kanjirarenai! Gohan-san no ki ga! Gohan-san!Oh man. Gohan-san. 嫌な予感が止まらない。Eu lembro, se eu estivesse no lugar dele, eu acho que eu tinha perdido o meu fecho. Gohan-san! 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 Kenji o shite kudasai! E esta cena. Esta cena é que me... Esta cena é que tocou muitos. Gohan-san... Ai meu, esta cena foi trágica.Ainda é onda hoje em dia. Gohan-san. 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 Usou da.
はんさん、ごはんさん、うわやらーか。トランクスはついにスーパーサイヤ人になることができた。だがその代償は決して小さいものではなかった。それから約3年後、人類の敵、そしてご飯の仇である人造人間を倒すため、ただ一人生き残った戦士としてトランクスは修行を続けていた。希望をつかめ、人造人間との最終決戦。ただいま、母さん。おかえり、トランクス。修行の調子はどう？うん、自分でもやっと手応えを実感できてる気がする。あの時のご飯さんくらいの強さの実感を。うん、その顔はうまくいってるみたいね。でも油断は禁物よ。はい、分かってます。そうだったらいいけど。ああ、そうそう、こっちももう少しでタイムマシンが完成するわよ。ふーん、なーに、気のない返事ね。タイムマシンなのよ、タイムマシン。分かってるよ、さすが母さんですね。これが完成したら、あんたはまず過去の孫君、ご飯君のお父さんに心臓病の薬を渡してほしいの。きっと彼が生きていたら何かが変わるはずよ。次にもう一度人造人間が現れる時代に行って、孫君たちの戦いを応援しながら研究するの。そこで人造人間の弱点や倒す手がかりをつかんで、この世界で生かしてほしいのよ。でもいくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃないし、死んだみんなが生き返ったりするわけじゃないんだよね。ええ、多分ね。そう、父さんだってご飯さんだって生き返りはしない。それに過去に戻らなくたって、今の俺なら人造人間を倒せるはずだ。あ、そうだトランクス、ちょっとあんたに頼みたいことがあるんだけど。頼み事？何ですか？あんたなら簡単な用事よ。さっきタイムマシンがもうすぐ完成しそうって話をしたでしょ。だけど大事なパーツの原料が足りなくなってね。あんたに取ってきてもらおうかなと思って。構わないけど、どこに行けばいいの？青津山よ。ご飯くんというか父さんの家があるところ、わかるわよね？あ、はい、大丈夫です。原料が取れる詳しい場所は忘れちゃったのよ。父さんか牛魔王さんに聞いてみてくれないかしら。最近父さんたちに顔を見せてなかったし、ついでに様子を見てきます。ええ、お願いね。もし困ってることがあったら助けてやって。はい。ああ、そうそう、忘れてたわ。取ってきてほしい原料はこれよ。頼むわね。はい、それじゃ行ってきます。まずは父さんたちに話を聞かないとな。
Thank you.